磁石。磁石、磁石、マグネットは、二つの極、磁極を持ち、双極性の磁場を発生させる源となる物体のこと。鉄などの強磁性体を引き寄せる性質を持つ。磁石同士を近づけると、異なる極は引き合い、同じ極は反発し合う。磁石には、N 極と S 極の二つの磁極がある。これらの磁極は単独で存在することはなく、 必ず両極が一緒になって磁石を構成する。永久磁石を半分に切っても S 極だけ、あるいは N 極だけの磁石にはならず、S 極と N 極の双方を持つ2つの小さな磁石ができる。磁界の元となるのは電化の運動であり、片方の磁極のみが生まれるように電化を運動させることは不可能である。ただし、1つの磁石に磁極は1組とは限らない。 磁極が多数ある磁石を多極磁石と呼び、円形のものはモーターなどに利用されている。また、関係で内側と外側で磁極が分かれているものがあり、これをラジアル違法性磁石と呼ぶ。しかしながら、電気と磁気の関係をひっくり返して、単独で存在する磁極が運動することによって、電情が生じるという現象を想像することはできる。 このような空想上の単独の磁極のことを磁気単極子、モノポールという。ただし、現実に存在する可能性も示唆されており、現在でも研究が進められている。地球そのものも、現在の北極地方に S 極、南極地方に N 極を持っており、磁石と近似である。地球が発生させる磁場、すなわち、地磁気に応答して、地球上にある磁石には、 一方の極を鍛え、他方の極を南へ引き寄せる。この性質を利用したものが、方位自身である。自極の故障は、方位自身に由来して、北、ノースに引き寄せられる極が、N 極、ノースポール、南、サウスに引き寄せられる極が、S 極、サウスポールと呼ばれる。ゆえに、自生体としての地球の N 極、S 極は、地理上の北、南とは逆である。 電気と磁気の力はお互いに不可分である。これらの関係は電磁気学の基本方程式であるマックスウェルの方程式で与えられる。この方程式によると電気を帯びた物体、電化を運動させると磁気の場、磁場が生じ磁石としての性質を帯びることとなる。磁石の性質を持つ物質である永久磁石も電流を流すと磁石になる電磁石もこれによって 磁石としての特性が発現する。超伝導体には磁場を退けるマイスナー効果という性質がある。超伝導体に磁石を近づけると、超伝導体は磁場を退けるので、まるで同極同士の磁石を近づけたように反発しているように見える。これによって磁石の上に超伝導体を浮上させることができる。また、ピン留め効果によって磁石の上に安定して止まる。 医療に用いる MRI 磁気共鳴画像法用磁石の大部分や磁気浮上式鉄道では強力な磁界が必要となるが、これを実現できるような永久磁石は容易には存在しない。また、電磁石で実現するためにはコイルに大電流を流す必要がある。しかし、銅などの低抵抗の配線材料を用いても、この電流による発熱に耐えることはできない。 この問題を解決するのが、コイルに超電導体を用いた、超電導電磁石である。超電導材料は、電気抵抗がゼロであるため、大電流を流しても発熱しないのである。超電導コイルには、磁場に強い第二種超電導体を用いる必要がある。古代ギリシアでは、鉄を引き寄せる石として磁石はすでに知られていた。プラトンは、その著書、イオンにて、マグネシアの石として、 磁石のことを言及している。ローマ帝国の博物学者大プリニュースは、著書、博物誌にて、マグネスという羊飼いが磁石を偶然発見したと述べている。この、マグネシアの石内し羊飼い、マグネスがヨーロッパの様々な言語で磁石を指す言葉であるの語源になったと考えられる。また、博物誌にはダイヤモンドが磁石の力を妨げるという奇妙な説も、 記述されている古代中国では、漁師春秋、b c 三世紀、ナ南コ b c 二世紀、漢詩、b c 一世紀などにおいて、鉄を引き寄せる、磁石に関する言及が見られる。日本においては、俗日本気に、和道六年、七百十三年大海の国より、磁石を、剣図との記述があるほか、狂言では、磁石という演目がある。また、歌舞伎の、 毛抜きでは、磁石により操られる毛抜きが登場する。磁石に対し、近代的な科学の光を当てたのは、エリザベス一世の次位であったウィリアム・ギルバートである。その著書、磁石及び磁性体並びに大磁石としての地球の、生理学、D ・マグネット・マグネティスク・コープリブブス・エド・マグのマグニ t ト・タルーアにおいてギルバートは、磁石に関する俗説や、 基地の現象について詳細に検証している。例えば、羅針板の四北性を論じるにあたり、球形の磁石を作成し、これに対する地震の振る舞いを観察している。この結果、地球そのものが磁石であると結論づけている。また、琥珀などが軽い羽毛などを引き付ける、静電引力は磁力とは異なる現象であるとも論じている。ギルバートの実験と論証による、方法論は、 その後の科学に多大な影響を与えた。天然に産出する磁石として、磁鉄鋼、四酸化三鉄、フェイオ、マグネタイトが挙げられる。古代からよく知られている磁石、磁鉄鋼、内視砂鉄として産出されていたのはこの四酸化三鉄である。現在でも砂浜で永久磁石を砂中に挿入すれば十分に視認することができる。 ラシンの指針を磁化することなどに用いられてきたが、非常に微弱な磁石である。ちなみに磁気を帯びた岩石として知られる、スサ鉱山の磁石石も、その磁気は、半霊岩中の磁鉄鉱によるものである。二十世紀に入ると、天然の磁鉄鉱に代わり実用に、十分な強度を有する磁石が、人工に作られるようになってきた。磁石が最初に実用化された分野は、 地磁気によって磁石が南北を指すことを利用した方位地震である。方位地震は中国で発明された後、ヨーロッパへと移入されて改良され、航海術を大幅に進歩させて、大航海時代を出現させることとなった。現代でも磁石を用いた方位地震は広く用いられており、登山など様々な分野で使用されている。日常の電化製品でよく見かける磁石の用途として、 モーターやスピーカーが挙げられる。これらは永久磁石と電磁石を用いて電気エネルギーを回転や空気の振動といった力学的エネルギーに変している。カセットテープ、ビデオテープ、ハードディスクといった記録メディアは自家された向きによって情報を記録している。情報の読み出しには電磁誘導や巨大磁気抵抗効果、ごく最近になってトンネル磁気抵抗効果、 が利用されている。電子顕微鏡の電子レンズや粒子加速器などでは、磁石は電子などの過電粒子を狙った方向に曲げるために用いられている。また、トカマク型などの核融合では、高温のプラズマを封じ込めるためにも用いられている。磁石は、リニアモーターカーの磁気浮上や、リードスイッチや、MR センサーなどの非接触センサーと共に用い、近接感知。 位置決め等の用途にも利用されている。核気共鳴画像法といった医療用途に利用されている。5センチメートルくらいの棒状のアルニコ磁石は牛に飲み込ませて、第3位内の針金などてっぺんを束状に吸着させ、早々精神膜炎を予防するために使われる。爆発や破裂、主に戦争などで鉄の小片が体外や顔面に食い込んだ場合、 切開する手間より強力な磁力を用いて取り除き、応急処置を行う。磁石の磁気を用いて血流を促進させ、健康回復を促進すると歌う代替医療の商品、ソーシン具が多々存在するが、血中のヘモグロビンに含まれる鉄分は磁気に反応しない性質を持つ。磁石を用いた入れ歯なども開発されている。 小型の磁石をプラスチック等で包み、金属名やホワイトボードにつけて目印としたり、書類を止めたりする文具がある。一般にマグネットと呼ばれることが多い。形状としては細長いバー型、丸いメダル型、つまみのようなプル型、さらには乗り物、食品、動物、キャラクターなどの形を模したものがある。近年は小型で強力なネオジム磁石が安価になり、 これを使った新製品も多い。産業の分野では、鉄くずの分別にリフティングマグネットと呼ばれる、油圧ショベルの特注仕様が存在する。主に工場やスクラップ集積場で使用される。人において、比較的強い磁力を持った小型の磁石を複数個、飲み込んだことによって、磁石が磁力で引き合って、消化管を挟み込んだため、 消化管に穴が開いた事例が報告されている。自家された教授生体は以下のような方法で生じすることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。